ただ、2018年シーズンの興奮もまだ忘れられない。フルカウント編集部では、さっき生まれた名場面を独自にピックアップして紹介する。幕張の安打製造機、福浦和也内野手の大記録も名シーンとして欠かせない。9月22日の西武戦ZOZOマリンスタジアム、8回先頭の第4打席。4番手の小川が投じたスライダーを右翼線へ打ち返す二塁打とし、通算2000安打を達成した。チームでは榎本喜八、有藤道代に次いで3人目、プロ野球史上52人目の大記録だった。記録達成後は長年しのぎを削ってきた同世代の西武松井稼頭央から花束をもらったのも印象的。会見では無意識に二塁まで走って、無意識にガッツポーズして、わけがわからなかった。あれだけのファンの前で打てたのは僕の中で嬉しかったですと話した。安定したミート力で広角へライナーで打ち返す。18年は1軍打撃コーチ兼内野手だったが、19年から2軍打撃コーチ兼内野手としてプレーする。後進の育成に期待がかかる43歳のバットにも注目したい。フルカウント編集部。